ちらの方ですね。OM システムのホームページです。こちらの方、デジタルカメラの最新バージョンとアップデート内容一覧ということでですね。先日、11月24日にですね、OM1 の新しいファームウェアの方が公開されました。バージョンは 1.3 となります。内容の方はですね、アップデートの内容、こちらですね。静止画撮影時のコンティニアスオートフォーカスの性能を向上しました。もう一つが動画撮影時のコンティニアスオートフォーカスの性能を向上しました。最後にその他カメラの動作安定性を向上しました。ということで、コンティニアスオートフォーカス。シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせを繰り返すという、AF 方式です。こちらの方の性能が向上しましたということで、ファームウェアのアップデートがありました。これから、アップデートしていきたいと思います。OM-1 のファームウェアアップデートには OM ワークスペースの方が必要なのでこちらの方をですね今起動します。ちなみにですねこの OM ワークスペースの方は最新バージョンの方にアップデートしてあります。次はですね、カメラをパソコンに接続します。接続するには、USB ケーブルですね。パソコンの方が A 端子しかないのでね、USB-A ですね。こちら側が USB-C のものです。前もこれはお話ししたんですが、このカメラ付属の、USB ケーブルでなくても大丈夫です。それでは、このカメラとですね、パソコンの方を USB ケーブルで、接続します。こちらのね、Type-C の方、ここなんですね、ここ開くと、下ですね、上は HDMI の小さいやつなので、下に挿します。そしてパソコンの方、ここに来てるのが、パソコンの USB ハブなのでここに差し込みます。このケーブル普通のケーブルで大丈夫です。もちろんデータ用でないとダメです。そしてこれでこの状態で OM-1 にスイッチを入れます。電源スイッチですね。そうすると USB のどのモードを使うかっていうことなのでこれはストレージですね。はい。認識した音がしたのがわかるでしょうか。それではね、OM ワークスペースの方に戻って、引き続きアップデートしていきたいと思います。ね、アップデートの方、今カメラの接続が済んだので、アップデートしていきます。ここのね、OM ワークスペースのカメラのところですね。ここにアップデートというのがあるので、これをクリックします。そうすると、カメラのアップデートを行いますというふうに出てくるので、これで次へですね。こういうふうにリブンバブルとかっていうふうに出てきたら、これは一回閉じてください。これボディの方ですね。OM-1 で現在のバージョンが 1.2、更新可能バージョン 1.3 となっているので、これでアップデート実行なんですが、更新内容を確認したければ、これをクリックします。と、先ほどと同じものですね。これですね。ここの方、更新内容の方が出てきます。それではアップデート実行をクリックします。なおですね、元のバージョンには戻せないんですね。
そこはしっかり確認してください。よろしければはいです。そして、この使用許諾書ですね。これを同意するですね。そしてね、一度ですね、カメラの現設定を、マイセットをセーブするということなので、これセーブして、OK を押しますね。で、最後にまたロードがありますので、こちらもロードしてから、USB ケーブルの方を抜くということになります。で、OK で始めます。今、マイセットのね、方、セーブして、カメラにファームウェアの方転送しています。今 OK という風に出ましたので、この状態でですね、カメラの電源一度オフにした後、一度オフにしますね。で、またオンですね。オンにします。で、この時ね、まだ USB ケーブル抜かないでください。この後ロードすることになるんですね、設定をね。それではここにチェックを入れて、アップデート完了してるのですね、両方チェック入れて、次へで、これでですね、マイセットの方をロードしています。これが終われば、すべて終了ですね。はい、これがまた、ちょっと私のパソコンは、リムーバルブルが見つかるとですね、エクスプローラー開くようになっているので、これが開いてしまうんですね。これはパソコンによります。で、カメラのアップデートの設定、ロード完了しました。カメラ自動的に再起動しますということなんですね。こちらの自動的に再起動してますので、続けてアップデートを行うで、するとですね、もう一度ですね、カメラに接続して、サーバーにも接続して、これはね、キャンセルでいいですね。すでに最新のファームウェアが適用されていますということでね、アップデートの必要ありません。ということで、これで終わりになります。